会場のお客様、優勝ジョッキー木村武志騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。この多賀の陣賀の号に初のタイトルをプレゼントできました。そうですね、すごい嬉しいですね。はい、この柿つばた記念なんですけれども、今年が第16回目ということなんですが、地方馬が勝ったのがね、実は第8回8年ぶりの地方馬の優勝ということになりました。そうですね、嬉しいことですね。はい、この高野陣柄でありますけれども、 JRA から移籍して前走を楽勝と聞いてたんですけれども、初めて前走またがった感触からを聞かせてください。もうあの中央の最後はちょっと外張ってちょっと癖出てきたんで、こっち下ろしたみたいなんですけど、まあ、今日でも3、4コーナーちょっと張り気味で、まっすぐ走ってくれと思ってね、今日は、3、4コーナー我慢してくれた分直線伸びてくれましたね。はい、それではですね、前走も不良馬場だったんですよ。前走不良馬場 で前走も張ってたんですよ。だからその点が、畑に染めで もっと張るんじゃないかなっていう期待、不安はあったんですけどね、なんとか我慢してくれました。今日がね、移籍2戦目ということになったんですけれども、パドックでまたがった感触はどうだったんでしょう。いや、前回よりかね、ちょっと気合入ってね、ちょうどよかったと思います。レースの方を振り返っていただきたいと思いますが、どんなイメージで今日は。いや、出た位置でじっとしとこうと思って、強いんで、本命対抗の馬は、でもね、ロザリバーの前で競馬できて、3コーナー過ぎてもこうへんなとか思いながらね、乗ったんですけどね、最後は花さですか、なんとか締めてくれてよかったですね。本当ゴールした瞬間、手応えはありました。いや、どうかなと思いましたね。はい、まだ分かんなかったです。この馬の魅力を一つ聞かせてください。外を払うんだったら乗りやすいっていうところですかね。はい、雨の中ね、たくさん応援に駆けつけていただきました。皆様に一言お願いします。そうですね、地方の馬になってこれから活躍してくれることを期待して、ね、皆もよろしくお願いします。優勝ジョッキー木村武志騎手にお話を伺いました。